パンポンとは茨城県日立市で生まれた球技である。日立製作所の日立工場で1922年頃に始められた。木の板で作られたラケットと同じく木製のネットで行うテニスと卓球に似た球技で軟式テニス用のゴムボールを用いる。類似の競技としてフリーテニスがある。1920年前後の日立製作所山手工場では 創業時間中には門が閉じられ外出できないこともあり、休み時間にキャッチボールが盛んに行われていた。しかし頻繁にボールで窓ガラスを割る者がいたため、工場内でのキャッチボール自体が禁止された。それをきっかけに地面に線を引いてコートを描き、ゴムボールを手で打ち合うようになった。その後、手の代わりに廃材の板切れを用いるようになった。 1929年にルールが作成され、当時の日立工場長であった高尾直三郎によってパンポンと命名された。このパンポンは日立市内の地域や学校に広まるとともに、日立製作所の工場の増設に伴って日立市の外へも伝えられていった。日立製作所の本社があった新丸ビルの屋上で行われていた記録もある。現在でも日立市内では、 日立市パンポン大会が開催されたり、学校のクラブ活動になるなど、市民に愛されるスポーツである。また1947年にはこのパンポンにちなんだ、文芸史、パンポンが発刊され、近年まで刊行されていた。2019年の国体では、パンポンがデモンストレーションスポーツとして行われる。パンポンのラケットとその持ち方コートは72.5メートルの長方形で、 その中に5.51メートルのサービスコートを設ける。ペンキや白い粘着テープで地面に枠線を引いたもので、広場や駐車場、住宅地内の舗装道路などに数多く作られた。コート中央に高さ0.4メートルの板を立て、渡してネットを落とし、0.3、0.2メートルの木の板をラケットにしてゴムボールを打ち合う。ルールは卓球に準拠するが、一ゲーム4点選手の3。 セットマッチで行われる。タイマーを用いて時間制限を設ける地域もある。サービスはコートのエンドライン外から腰の下の高さから打つ。ダブルスでは卓球と同じく交互にプレーする。ありがとうございます。